だよね。消せって言ってんだよ。なんだ。消せよ。吸うなら外で吸えよ。赤ちゃんいいんだろ。てめえの目は節穴か。うっせえガキだな。しばらくぞ。離せやこら。おい、このクソガキぶっ殺せ。たく。おい、俺はその子の保護者でな、文句があるなら聞いてやるから表に出ろ。兄貴、このアホやっちまいましょうよ。おう、新垣兄弟の恐ろしさ思い知らせてやるぜ。やらせてもらうぜ。三下のチンピラが二度と来るな。ジュン、人助けは関心だが相手は見ろ。この町は荒っぽい連中が多いからな。ああ、分かったよ。ところで、お前さっきチンピラの腕締め上げてたろ。あれって。ああ、母ちゃんから昔教わった護身術だ。そうか、ミキコから。いろいろと教えてもらったんだ。母ちゃん趣味で護身術とかキックボクシングとかいろいろやってたから。そういえばミキコ言ってたな。昔親がいないとか言われてよくいじめられてた真帆ちゃんを守るために道場に通ったって。カイトーのおっさん、やっぱ喧嘩強えんだな。ドンドンって、おっさんのパンチまるで凶器だぜ。あれどうやるんだ、教えてくれよ。ダメだ、喧嘩なんか好き好んでするもんじゃねえ。護身術で十分だろ。チェ、ケチだな。あの、どうもありがとうございます。あのお客はいつもトラブルを起こしていて困ってたんです。おう、気にすんな。ところで、さっきの話なんですけど。ああ、話の途中だったな。店長、ミキコのことで何か心当たりか？ええ、あれは確か10日くらい前のことだったと思います。女性が一人で来店されて、窓際の席に座ってコーヒーを飲んでいたんです。どこかで見覚えがあるなと思って、ただあの時は思い出せなくて。でもさっき写真を見せてもらって分かったんです。ミキコさんに似ていたなって。なんだって？ええ、人違いかもしれませんよ。サングラスかけてましたし。
そうか。店長、他になんかミキコのことで知らねえか。そうですね。そういえば昔ミキコさん、友達と一緒によくカフェに来てましたよね。その人に聞いたら何かわかるんじゃないですかね。確かキャバクラで働いている友達だったと思いますけど。あ、もしかしてももこちゃんか。そうそう、ももこちゃん。あの人何年か前にうちに来てくれたことがありましてね。チャンピオン街でスナックやってるって言ってましたよ。スナックももこだろ。昔はたまに顔出してたわ。よし、そんじゃあ次はそこで聞き込みだな。店長、情報提供ありがとな。いえいえ、こちらこそ。行こうぜ、カイドのおっさん。